皆さんこんばんは。こんばんは。はい、7月7日で24歳になりました。モーニング娘。2&1の生田絵音です。よろしくお願いします。エリポン憧れてソーフレーズメドレー2021。イエイ。さあ今回はですね、大好評のコーナーがパワーアップしてまいりまして、はい、こちらはどんなコーナーでしょう。今回はですね、はい、いつもは憧れフレーズメドレーって言って、エリがモーニング娘。だったりハロープロジェクトの楽曲で歌ってみたいとか歌いたいパートを、うんうん、選抜して曲を選んだんですけど、はい、今回は皆さんにも協力してもらって一つのコーナーを作りたいと思って、憧れてそう、はい、皆さんがエリの憧れてそうだなとか、うん、歌ってみたそうだなっていうフレーズを応募してアンケートに取ってまとめました。それでは参りましょう。エリポン憧れてそうフレーズメドレー2021ミュージックスタート。キスをあげるよ今気づいた想い、どんな言葉でも足りないから。今さら泣いたってダメ。やっぱいいね、このコーナーいいですよね。いい、なんか本当にね、多分、はい、他のメンバーってこの曲のここが歌いたいから1曲を歌うんですよ、はあはあ、バースデーイベントとかでね、はいはい、好きな曲歌えて、はいはい、このコーナーあるだけでめっちゃ楽なの歌いたい曲いっぱいあるのに、うん、1曲歌ってたらさ苦手な部分とか絶対あるじゃん、うんうん、そこだけ練習すればいいんだもんそこの歌いたい部分だけを練習して披露して、うん、みんなが拍手くれるまあそうねめっちゃいい。近頃のダウンシート着たら本当に手がかかるわ、素直になるくらい皆さん、私の山崎めいのバースデーイベントにお越しいただきありがとうございます。モーニングパンダさんコンテスト。イエーイ。今回あるテーマに合ったパンダさんを、選ばれたモーニングメンバーが絵を描いてくれております。それをパンダさんコンテスト審査委員長のめいちゃんにいろいろな賞をあげていただこうと思っております、はい、では描いてくれたモーニングメンバーはこちらでございます。福村瑞稀、横山玲奈、岡村穂真で、この3人でございます。すごい。テーマをございます。テーマはこちら、横浜のパンダさん。まず1人目、リーダー福村瑞稀の作品からです、はい、こちら。うえ、すげー、すごい、ちょっとテイストがすごい、えかわいいすごい。じゃあこちらにぜひ賞をつけていただきたいと思います、はい、それではドラムロールカモン。とてもリアルで可愛いでしょう。イエーイ。 Life is so beautiful